はい、こんにちはということで、マシネクリガーシリーズのファルケ、これで、まあ、完成ということにしたいと思います。今回説明書と一緒に入っていました塗装シートの中でですね、ウェズリーゴースト、スミス軍装機、ということで、塗装してみました。塗装そのものは、というか塗装に塗装指定がないですので、塗装シートにある色味、を適当に解釈しまして、塗っています。ですので塗装そのものは適当というかいい加減です。特に指定がなかったのでそれっぽく、塗ってみました。であとですね、このシンボルマークのドクロなんですけれども、一応、デカールはついているんですけれども、なかなかこの曲率にですね、沿わせるのが難しいというか、軟化剤を入れましたらですね、簡単に、砕けてくれたんで、もう、めんどくさくなってですね、輪郭を取ってそのまま中身塗っちゃいました。間のところを保管するのに全て、っていうか保管のために、塗ってしまいました。半分ぐらい描いているような形になっています。でまともに貼れたのが顎の部分だけかな。ということでですね、一番めんどくさかったのが実はこのデカールだっていう話ですね。であと特にね、色の塗り分けは、マスキングして、そのまま塗り分けてしまったんで、塗装そのものはそんなに、ね、手間はかかってないかなと思います。そうですね、なんていうんですかね、接着剤を多用しますので、合わせ目消しだとか、そういうのが盛大に、出ますので、その辺はね、めんどくさいかなっていうところはあるんですけれども、プラモデルとしてはそんなに手間がかかるものでもないかなというところですね。ということで、今回は、このマシネンクリーガーシリーズファルケ、でウィズリーゴースト、スミス軍装機、はこれで、完成ということにいたします。最後までありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。